わい、無礼講のはずの会社の飲み会での失言を全部バラされ、職場の人間と一切関わりをやめてしまう。雑談も最低限未満しかしない、飲み会も行かない、モンスターが誕生した模様。くさ、無礼講本当にやったら無礼者。他人は信用できねえよもう。壁に耳ありや。雑談最低限未満で飲み会行かないって、普通の Z 世代やん。ダウト、今の若者は意外と飲み会好きでイケイケやで、ワイみたいなのと二極化してる。ワイ、仕事マジだるいからあそこ手を抜いてやったわ、バレずに済んだし。同期、くさ、仕事中同期、あの時手抜いたって言ってたよね、格好覚え。同期はその場では、くさで済ましてたかもしれんが、お前がサボったしわ寄せが同期に来てたのかも知らんのやぞ、お前の知らんところで。てか実は仕事サボってたとかは無礼とかやない。ただの罪の告白や。手を抜いただけで完成はしてるで。ワイで完結する仕事や。それ罪の自白やん。無礼講ってそういうのじゃないやろ。俺過去に人、したんだよね。って言っても無礼講なら許されると思ってる？もうなんかようわからんわ。口臭いですよは許されるんか。行かない方がええか？実は会社の金を横領してんだよね。悪い気云々の話ではないだろ。バラされるのはお前が弱い立場だからなんやで。小中高位、メラレッコだったのが原因かな？かいの、聞かない存在ではないってことや。無礼講を文字通り受け入れるのは、ちょっと頭弱い。そこで礼儀正しく立ち回って、後々楽に動けるよう振る舞うのが正解。超えちゃいけないラインってどんな場でもあるからな。それが理解できないワイみたいなカスは？ワイは他人と関わる資格がないかもしれん。メンタル壊して友達も全員離れていった。無礼講で何言っても許されるのは社長と重役だけや。一つ利口になったな。酔った勢いで気が強くなってベラベラ喋っちゃうタイプだから酒が入ったら無理や。普通仕事の愚痴なんか相手の理不尽を話すもんなのに自分に不利なこと話すとか言ってはちょっと頭悪いんちゃうかな。頭悪いんやで。いくら気をつけようと思っても、失言と呼ばれるものを全部暗記するのは無理や。かっこ会話はアドリブだから。これ言ったら相手はどう思うかを常に考えるといいで。まあ考えてすれ立てたんやろうけど。ワイはなんとも思わんけどな。アスペは治らんからしゃあない。でもマッマはワイのことを世界一大切に思ってくれとる。ワイにも価値はあるんや。のび太と同じやね。無礼講の意味定義。飲み会なんてのは後輩に説教風の自虐かまして、上司にはいじる感じを出しつつごまをする場でしかない。大と関わりを立ててよかったやん、同僚さん。金稼ぎに行く場所って割り切るのがええな。無礼講はわな。ここで一本目のお話は終了です。会社の飲み会とかいう本得、なげっぴり。時間と体力も犠牲に。毎日自販機のコンポタ我慢しながら働いてるのに一気に5000円も取られる。確かに、みんな飲みたがるけど本当おかしいよな。なんで毎日顔合わせてんのに夜まで顔合わせなあかんのや。これな。金払う飲み会なんだ。5000円。今年あと2回もある？2体？参加しとるなら強制じゃないだろ。強制ならブラック。断りづらい。職場以外では微塵も顔見たくないのにな。会社向きでも嫌だ。わかる。むしろ毎日勝手に好きに飲んでるんだからなぜに無駄な時間と金と神経を使う必要があるのかわからんよ。二次会なしの月にまでなら許す。優しい飲んだくれだなお前は。1年に1回でも多い。俺は全然嫌じゃないけど、なんで職場の人間関係そんなに嫌って働いてんだお前らは。仲悪いとこ結構あるぞ。人間嫌いなんや。会社の飲み会で金払ったことないわ。5000は高いな。毎回こんなん。学生の頃は3000円とかだったのに、それでも高いけど。俺も別に気にならないわ。同僚と泊まりで遊びに行ったりするし。年に1回ぐらい顔出しとけよ。それならまだいいわ。今んとこ4ヶ月で7回。数えてビビったけど多すぎだろく、が。アルコールアレルギーって設定貫き通してるから飲まなくて済んでるけど。飲まずにその場にいる方が辛くね。別に好きでもない奴の酔っ払いの相手なんて酔ってないと無理だろ。まあアレルギーまではいかないけど、ガチで飲んでも気分悪くなるだけ。会社の忘年会も楽しいし、客からのおごってもらった焼肉もうまい。断ればいいだけじゃん。毎回出席してない陰気おるけど俺もそっちになりたい。けどそんな勇気ない。お前のとこ経費で落ちねえのかよ。うちは二次会以降のキャバクラにタクシー代まで出るぞ。経費なんてねえよカス。経費で落ちねえ上におごりでもないとかどんだけ仲いいんだよお前の会社。まあ楽しそうではある。俺も別にその場自体は苦痛ではない。仕事の説教とか悪ノリはないし。けどやっぱ金と体力がきつい。新年会は断ったわさすがに。月4とかで飲まされてるが本当に帰りたいはだるい。飲み会は法律で取り締まった方がいい。しかも一番行きたくなさそうな新人が幹事をやらされてる。誰もやりたくないなら開催すんなよもう。これわかる忘年会最悪だ。く、みたいなうちはいじり、うざい乾杯行列、誰に酒持っていけとかなんとか頭学生のまんまかよじじ、ども。日本の闇。今時経費で飲めるとこあるんか羨ましいな。参加したくないなら参加しなくていいんだよ。そんなところで評価は下がらん。お前は幸せだな。社長と飲み会を口実に孤独のグルメ気取りでうまい飯を食べに行くのは好き。やっぱ人の金で食う飯はうまいな。こういうやつの神経がわからん。奢ってもらうのは気まずくて味しないわ。高くても自分の金で食いたい。1時間飲み会なら喜んで参加するのに。ぐったぐった3時間。断る勇気が欲しい。
断りたい。学生の頃は平気で断れたけど、楽しくない上に料理も美味しく食べられない上にただただ苦痛なのに金もかかる本特よ。飲み会なんて気を使うし話すこともないしちっとも楽しくないんだが、性格おかしいのかね。どう考えても一人で街をぶらついて飲む方が楽しい。一人で飲むのが好きな奴がいるのは理解できるが、会社で働いてたり、人と関わる仕事してるならそれを嫌がるのは若干適性がないと思う。ちょっと強い言い方になるが、一人で仕事できてるわけでもねえのに偉そうだなとは思うわ。何言ってんだこいつ。お前みたいな奴本当に嫌いだわ。飲み会なんてご、行事何も関係ねえんだわ。忘年会はタダだな、うちの会社。タダでも行きたくない。残業代として出るなら行くわ。俺もお前と全く同じタイプ。通貨割り増し賃金払えや。え、会社の飲み会楽しいじゃん。いつも二次会まで行ってしまうわ。会社の飲み会、金払った試しないな。そういえば気の置けない相手との飲み、宅飲みかっこ嫁と一人酒、会社の飲み会だわ。ビール注いで回って誰も食わない大皿料理の取り分け、あとはひたすら水割りを作り続けて、ことあるごとに一気飲みさせられる。下っ端は辛いよ。だるい会社で働いてるな。俺は酒は飲まんがたまに飯食いに行くくらいなんとも思わん。そもそも日本だけだからな、こんな頭の悪い行事あんの。マジかよ。ヨードラで見た、好きでもない上司にパーティー誘われて鬱だわエピソードはファンタジー世界か何かの話だったのか。マジスレするとアルコール強制は日本だけよ。マジレスすると普通の会社は日本でもアルコール強制はないよ。年1回で十分、それさえもなくていい。酒が飲めるのでありがてえ、おめえの分も出てやりてえ。そんな酒なんて高いもんでもないし、別に会社や同僚に飲ませてもらえなくても飲めるわ。むしろその分の金を欲しい。飲み会開くやつが本当に空気読めてないって感じだよな。腹割って話したいなら対面で一人ずつやってけよ。これはマジで思う。何がノミニケーションかっこ笑いって本音ぶつけよう。だよ。やるなら勤務時間にやれやむのう。定期的な飲み会は年2回、それ以外だと役職ある人の移動の時、それは強制参加じゃないけど、まあ参加しない人はいないよね。飲みたくない人は飲まない、ウーロン茶とかそんなん。この暗黙の了解で参加しなきゃいけないって風潮本得。金もらってやっと行くレベル。若者の飲み会離れっていい風潮だよな。ビバゆとりだぜ。ノミニケーションかっこ笑いとかいうダサい言葉作ったのも俺ら世代より上のバブルバだからな。付き合い悪いやつで有能なやつ見たことない。プログラマーとかはたまにいるよ。ただこのスレのやつらみたいにうじうじしてないで断る権利あるんで当然っすみたいな感じだが、俺は知ってるけどな。そもそも時間外で他人の気持ち忖度とか笑わせんな。無能じゃん。行きたくない。仕事だと話せないようなことや言えないようなこと言えるし俺は割と好きだわ。お世話になる上司がいると断れない。いなければ余裕で断る。なんか飲み会毎回断れる言い訳ないかな。健康診断引っかかったとかなんとか言えばいい。わい感じ、会費6000円集める。人生のストレスの6割は人間関係だと思う。かっこ体感値。酒癖悪いので誘われなくなりました。ここで2本目のお話は終了です。お前らって会社の飲み会参加してる？再来週あるらしいんだが、俺飲み会嫌いだから参加したくないんだよね。でも断ると付き合い悪いとかなんで出ないのとか理由聞かれそうで。付き合い悪いのは本当だろ。出ない理由は本当のこと言いにくいなら適当に用事作っとけ。話すの苦手で、出ても誰とも喋らずにポツンと一人でいるの分かってるから出たくない。コロナ禍ってよかったよな。ほんとコロナ時代はいかった。むしろ俺が社長を誘う。すげえな。バイトだけど出たくないたまに強制される的なやつ来る。めんどい。めんどいよね。なんで飲み会嫌いなの？会社に仲いい人いないの？人と話すの苦手で誰とも喋らずに隅の方でポツンと一人で何時間もいるの分かってるから出たくない。飲み会行かないことに不安要素があるようなとこに勤めんなよ。転職かな。誰かの移動とか忘年会とかの必要な会は参加するけど意味のない飲み会は参加しない。一応送別会みたいな感じになってる。他は断るにしても歓迎会送迎会忘年会は出た方がいいぞ。さすがに送別会は出ようよ。ちょっとは参加する。二次会は NG。 偉いな。会社から金出るなら行く。二次会は金出ないから行かない。全く出ない。全部自腹。頻度によるけど4、5回に1回は参加しとけば自然。なるほど。親の介護があるって言えば欠席でもまず何も言われない。一人暮らしだとバレてるなら難しいが。うちの課の新人は飲み会慣れ全くしてないの丸わかりなレベルだけど統括部の飲みに来てたな。忘年会とかみたいな部署全体のには参加する。数人で行われるやつはだるいし行かない。金出ないなら行かないな。まあうちの会社は出る仕組みあるけど。飲み会するぞ。矢印。とりあえず生2つとウーロン茶3つとアイスコーヒー2つ。もうなんで飲み会するのか不明だよ。うちのか。アイスコーヒー。ご飯食べに行くんだろ。行かなくてもいいと思う。会社にそんな人いるけどいつも何も喋らない、何も飲まない、何も食わないで、こっちも気を使ってその子から代金もらわなかったり早めに解散してこっそり二次会してるけど正直面倒だし来ないでほしい。みんなその子がコネで入社したことも知っててフラストレーション溜まってるからいつ爆発するかわからないんだよね。飲み会しんどいけど絶対参加するわ。顔と名前を覚えてもらう絶好の機会。
普段喋らなかった同僚とも距離が縮まる。二次会三次会で上司がキャバクラを奢ってくれるし、いいことしかないぞ。2年目ぐらいまでは全部出てたけど結婚してから6割ぐらい断ってる。仕事として必要そうな分の飲み会は参加するよ。あと、同期の集まりとかは気が向いたら行く。自腹なら全力拒否やわ。二次会のスナックまで金出してほしい。送別会なら寸志出してちょっと他の用事がありましてで行かない。半年に1回あるかないかだから毎年楽しみにしてる。楽しいからほぼ解禁だけど、いやいや行くもんじゃないとは思う。仕事できるやつは飲み会も上手に付き合うしな。誘われない。上司のおごりとか同期の誘いなら行く。それ以外は断る。仕事終わってまで少ない時間を奪われたくない。ここで3本目のお話は終了です。気候、新人、全く飲み会に来ない。明日のは強制参加にしたわ。もちろんおごりだよな。そらそうよ。行きます。一気と行きたくないんだよ。察しろ。毎回来いとは言わんが、せめて月に2回くらいは顔出せや。多いて行き。多くねえわ。多いわ。多くね。仲いいんやな。最近は飲み会代行もあるらしいな。飲み会嫌いなのはゆとりに多くて Z は結構来るイメージ。これ、Z はただ飯食いに来て自分の時間過ごしてるわ。ただ飯食えればいいよな。せめて月に2回。仕事の話したいなら残業にしてその時話せよ。違う。したいのはプライベートの話ね。どんな子かいまだにわかんないもん。そのタイプの飲み会来ないってことはプライベートの話したくないんやろ。そんなんじゃやってけんわ。人間関係から逃げるなよ。そいつに言ってくれ。言ったよ。もうちょいマイルドにやけどな。ただ飲みできるならホイホイ来るやろ。拘束時間分の給料は？別に飲み会は行くけど行きたくはねえよ。来るやつも我慢して行ってるんだよ。おごりならまあ行くわ。普通、月1開催&参加、アルコールは任意だよね。実質会議の延長みたいな飲み会ほんまきつい。ゆとりより上の世代が音声で生きてるのゾッとするな。バ、にしてるんじゃなくて底なしの闇を見た気分。そもそも酒いらんやろ。お金払って先輩風吹かせる風、でもあればいいのにな。それ普通の風、やんけ。普通月1やろ。別に酒飲まなくてもいいからよ。仲良くしようという姿勢を見せてほしいわ。まあ音声やるような性格悪いやつと仲良くしたくはないわな。そのレスが性格悪いわ。もう恥じろよ自分の行動を。自分が音声の部分集合だって理解してなさそう。ワイと行こうや。労働の対価に金もらいたいだけやのに、なんでプライベートの話なんかせなあかんのや。めんどくさい。それで労働が円滑に回るんだからさ。人間関係放棄するなら起業して一人でやってろよと。起業は草。社長の方が人付き合い必要やぞ。これはある。別に好きでもない相手だったら特に。僕今は無職だけど、働いてた時は飲み会には必ず参加してたよ。それで毎回、この料理はまずいですねとか、このビール全くうまくないよなとか出てくる飲食物をけなして、わざと嫌な雰囲気を作ってやってたわ。食も知能も品性もないな。これやるとマジで雰囲気悪くなるよな。肉体労働バイトしてた時に無理やり飲みに行かされたんやが、料理けなしたら帰れって言われてラッキーやったわ。円滑な人間関係があるなら帰宅していきなり温泉しねえよか。楽しい先輩となら行きたいんだけどな。これよ。月に2回も飲み会したくないわ。プライベートを知った気になれないと仕事を円滑にする気がない一致の方が問題ありだよな。回数多いし一致が付き合いにくい壁作ってるんちゃうんか。明日飲み会みたいなやつで残業ゼロ確定やけど行きたくねえわ。予算ちょろまかす以外で開催する意味図何って感じや。ワイはなんか仕事で頑張ったからその会パーティで紹介するって強制参加や。吐きそう。まあ何年かに一度しか開催されないしええかと思っていつも参加してる。大体仲のいい先輩とだべって終わるけど、なんなんやこれって毎回思うわ。気を引くためにわざと参加しない子もいるからな。強制参加は老気に作られたらヤバいんちゃうん。ちなわいも飲み会は嫌い。1万円もらっても行きたくない。どういうことやねん。一気もそっち側の人間だったってことか。そうだよ。スレ伸ばすために嘘ついた。なんか無理やりやなとは思ってた。最近そういうスレ主多いねん。逆張りあれしてる一致って滑稽で面白いよね。みんなでリンチするとだんだん日寄ってくるんだ。新刊忘年の時期ならまだしも、普段から月2回は多すぎだわ。タクシー代込みの完全おごりで酒強制しないし、二次会もやらないようなやつのところなら行ってもええ。仕事の飲み会ってなんであんな虚無なんや。面白くもない話に愛想笑いして辛いわ。円滑に仕事するためや。わかってるやろ。スレ立て前にかっこ、これはマジレスバトルで盛り上がるやろな、2チャツって思う。スレほど立てたらすぐ飽きるよな。新人やけど、初回の飲み会はさすがに行くで。一致心折れてて草。いつもの新卒一致や。辛かったな一致。いや新卒ですらない。最近コロナ終わって1回だけ飲み会あって、めいっちゃつまんないう小ぶりぶりだったの思い出してスレ立てた。酒飲みながらシラフでいなきゃいけないとか、酒まずすぎて草枯れるわよ。新人の頃コインロッカーにカバン預けておいて、会社の飲み会途中でしれっと帰ったわ。一気はまだ主でやってるから許す。4000円も金払ってまずい飯を食うのなんなん。それなら一人でサクッと寿司食って帰りたいんやが。上司が多めに出さない飲み会は食っちゃ。全く出さなかったわ。なおその上司も客先から誘われてしぶしぶ参加してる被害者な模様。今時客先と飲み会とかやってるところ未だにあるんだな。コンプラ上問題あるやろ。
職場関係の飲み会減ったのはいいこと。コロナ前はあんま疑問に思わんかったが覚醒した。飲み会の漫画は好きよ。こういう先輩欲しい。二次会ないなら行く。二次会だるい。よくあんな食うよな。太るだろ。でも一回だけシューティングバー行ったことあるわ。記憶がうっすらしかないけど楽しかったわ。それはワイも個人的に行きたい。趣味が合う友達感覚で話せる上司だったら一番ええわ。会社の経費で飲める飲み会でさえ行きたくからな。というか金もらえても行きたくない。なんだかんだ行ってみると楽しいで。お前は何を言ってるんだ。行かないとノリ悪いとか言われるのが一番きつい。パワラだよな。ほんまにそうノリもくもあるかって感じ。くおもんない上に酒飲まされてしんどい。あ、かあるらはコンプライアンス教育で変わるもんやで。飲み会行かないやつって飲みが嫌なんじゃなくて人と仲良くなるのが怖いだけやと思うで。ワイも酒飲めんけど会社の人と仲良くなると飲み会は楽しいと思うようになった。いや普通に酒が苦手なんだが。嫌いな上司から差し飲み誘われた時の絶望感は異常。しかも休日に。なんやかんや会社って社会の中で生きていくのに、コミュニケーション苦手ですってのは相当きついわな。新卒採用やってると、娯楽を誰かと一緒にやった経験がない子は多いなぁと思う。楽しいことを一緒にやったことがない子に楽しくないことを一緒にやれってのは確かに拷問や。楽しくないことを誰かとやるってのが普通の仕事やからな。わい昔は飲めたのに薬のせいで飲めなくなったから飲み会の度に羨ましくなって参加しなくなったわ。上司に、うるせえよ、くらい言える仲になると楽しいで。酒飲まなくていいし途中で帰ってもいいからちょっとだけでも付き合いやとは思うけど、強制はできないしな。飲み会はええねん。翌日仕事なのに深夜までやるのはやめろ。飲み会至上主義も嫌いやけど飲み会を毛嫌いしてるやつとも同じ職場で働きたくないな。ネット民は両極端なんよな。そんな他に支障出るほど言ったりしないけど。誘われて参加メンバーも嫌なやつおらんなら普通に行くよ。くらいでいいのに。極端な意見を言うのは気持ちいいからしゃあない。平日に飲み会設定するな、が。普通金曜日とかだろ考えて。これメンス。昔いた職場だと仕事の勢いつけるために月曜飲みに行ってたわ。くさ、つかんやろ。今思い返しても謎理論や。仕事の人間とプライベートな話したくないよな。平日の飲み会枠、送別会とか新人の歓迎会でも参加しないとダメですか？と不愉快そうに聞いてきたりするわよね。有能会社、飲み会は残業代出ます。毎日参加するわ。たまにはご飯行きたくなるような先輩であるように心がけてる。酔った勢いで口滑らせて現地取られるのが嫌。勤務時間から解放された後も顔合わせたくないやつとテーブル囲まない感のは確かに苦痛。大体気の合うに、3人で飲みに行かない？職場の部署飲みとかだとそうもいかんやろ。別に飲めないなら飲めないって言えば、無理やり飲まされるような時代じゃないやろ。普通に飯食いに行って食べるくらいの感覚でいいのに。その、飯食いに行って食べるのが嫌なんだよ。酒か、はそろそろ価値観アップデートしないとな。新人らは勝手に焼肉でも行きたかったんちゃう。これメンスなんで毎回酒飲まないと済まないのって感じ。毎週部署の飲み会あんの？しんどいな。毎週ではないが仕事で嫌な思いした相手とプライベートでも、と思うとな。まあ大抵飲んでわけわからんくなるが。別に部署飲みに行ったからってテーブルで固まるのは仲いいに、3人やろ。18時仕事、18時から21時飲み会、21時から22時残業、あるある。半沢直樹とか飲みまくった後に剣道やって残業みたいな感じやったよな。コロナ禍の唯一の功績は飲み会文化を貫通してくれたこと。忘年会すら抑えたのは本当に嬉しかった。ズーム飲み会、ではカメラマイクをオンにしてください。飲み会自体は楽しいが説教癖ある上司がいる得、になる？そんなに会社って嫌な奴ばかりか？もちろん嫌な奴も多いだろうけど一緒に仕事してたら普通に気が合う人間も出てくるやろ。これメンスやわ。嫌な人とはいかない行政ならいかない。結局自分の言いたいことも言えないコミュ障やから人付き合いに怯えるんよ。嫌じゃないけど、飲み会のせいで自分の時間を削られるのが病的に嫌。ワイは同期ですら飲みに行くのしぶるわ。大酒飲みなわけでもないしなんなら下戸やからそこが一番しんどい。どんちゃん騒ぎはさしてくではない。嫌な人は会社が上下関係に厳しいんやと思うわ。後輩は上司に気を使うからな一応は。仕事みたいなもんや会社の飲み会は。早く帰ってゲームしたり YouTube 見たりしたいという欲求はわかる。まともな飯屋とか焼肉会とかなら誰がいようと喜んでいくけどな。飲み屋でコースとかマジでくだらん。仕事と友達って分けてるけど。仕事仲間が友達になり得ないってことはないしな。むしろきっかけとして一緒に仕事してたら気が合う可能性高いやろ。飲み会での体育会系のノリの人間のプライベートにズケズケ入ってくる感は異常。体育会系の飲み会って何か不満を言わなければならないみたいな空気ある、ない？いやわいは全くそっち系じゃないねんだからわからん。あと飲んでもほとんど愚痴は言わんよ。昔ならいざ知らず今はそんなんないやろ。あったとしても人事がすぐ対応するから。上司たちめっちゃビビってるで。楽しい飲み会なら何も言わんでも下も勝手に来るぞ。新人が飲み会来ない？
テック、みたいな会社で働いてますという自己紹介や。社会人エアプがおるな。飲み会あるのはええけどせめて金曜にしてくれや。ただでさえ残業多いからか睡眠不足やねん。平日やられると次の日、ぬねん。時間割いてまで行くわけないやろ。思ってくれるなら行くし自腹なら行きたくない。会費制だとコースになるのは苦。せっかく働いてんねんから好きなもん食いたいねん飲みたいねん。なんでまっついの食わなあかんねん。最近は焼き鳥屋もコース始めてるんやな。昔からあったかもしれんが焼き鳥屋は自由なイメージあったわ。人数で均等するのに串から外したりめんどいねん。それがあるからか最近はコースで一人一本配られるんや。串から外すのも邪道やと思うけど。焼き鳥は串にかぶりついてこそ。わかる。とっもと行く焼き鳥屋最高や。オンライン飲み会とかいう楽しくもなければ抜け時も見つけられない地獄を作り出したやつゆうさんは。飲み会なんてなくなれ。つまんなすぎ。24卒やけどイベントごと大好きだからいっぱい参加したいけど実際働き出すとしんどいんやろな。若いうちはいろいろ顔出してたな。まあそういう文化も今はどうかと思うけども。最近はそういう雰囲気よな。Y 的にはせっかく一緒に働く仲良し仲良くできんのは寂しく思うんよね。Y も最初はそう思ってたが仕事が忙しくなるにつれそういうのどうでもよくなってきたわ。別に同期や先輩らと仲悪いわけやないけども。飲みたい同士なら自然とうちわや有志の飲み会やろってなると思うで。Y は自分で企画とかしたくないからそういう輪ができれば最高やと思うわ。少人数なら時間だけ決めて適当な飲み屋入るのも好きや。体質的にゲコのやつはみんな飲み会に行こうと思わないぞ。飲みの席でマナーがどうだとかうるさいのが嫌やろうけど仕方ない。正直こっちも新人くんが来ようが来なかろうがどうでもええんや。ただそれで新人くんが客との接待で失敗したら評価下がるのは会社なんや。客もそのうち世代変わって指摘なんか嫌うようになるから大丈夫や。明日から3週連続で会社の飲み会あるわ。全部会社負担やから食べまくり飲みまくりや。自分の情報のさらけ出すのは損って発想やから。飲み会行ってプライベートのこと聞かれるの嫌やわ。飲み会なんか飲みたがりがこぞって飲みニケーションと言いつつ飲む口実を作りたいやつやろ。無理に行く必要はない。ここで全てのお話は終了です。いかがでしたか？皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。